ああ、シオンも無事だ。精霊がまた再生する前にこのまま儀式を始める。シオン。これで精霊を葬るんだろうな。それをこれからやろうというのだ。黙っておいて。知っているのか、精霊を滅ぼす方法。貴様が知る程度ならな。俺を操ろうとした精霊は滅ぼさずにはおかん。そのやり方はさせない。だからやるのだ。貴様には耐え難かろう。お前は支配者の務めを果たせ。この力で女もろとも精霊を葬る。それでこの茶番は終わりだ。
せてくれ。ヤマト倒れろ。あっとどめ。ヤマテロ死にやったか。よし、我が大将、身の俺が支配する。貴様は塵だ。あっとどめ。死にしてるぞ。いやだけは全てかき消してくれる。その見事無差しろ。よし、場を張って。俺のものとなる。任せてくれ。恨むも心得ない。ハハハハハ。されないために支配する。それは終わりのない憎しみの道だ。わからないのか。行き着く先は破滅しかない。許し合いだけがそれを避けられるんだ。弱者の思想よ、無視図が走る。違う、許し合うことこそだ強さだ。許しなどない、ただ強者の蹂躙あるのみ。そう思うのはお前が孤独だから。誰かと出会ってきたお前だって愛する者のぬくもりに触れたこと、友を支え導いてくれる者はお前にだって仲間くらいいただろう。俺が覚えた背中に振り下ろされた無知の火のごとき痛みだ。まるで見越えを殺す恐怖、より弱い者を一人に打って生き延びる邪気。愛だ、友達、どこにもありはせぬ。やめる気はないのか。くどい女一人と世界を天秤にかけながら俺に道理を解くとは肩腹痛いわ。確かに死をかけないのか。俺のわがままだ。誰も生贄にならずに済むのが俺の願いだ。そして天秤にかけてなどしていない。俺と同じ、欲しいものは全て手に入れるというわけだ。違う、俺が目指すのは与え合うことだ。ぬくもりを、許しを奪い取るだけのお前と同じなものか。王は一人、他は全て消えろ。俺に任せてくれ。はい、俺に任せてくれ。蒸発しろ。俺の中に炎が、蒸発しろ。炎、次にシオンから託されたこの力でお前を倒す。するぞ、収まる。死ね。お前こそ孤独の限界を知れ。